お名前と選挙区の地域を教えていただければ。名前は竹本直和、衆議院議員です。選挙区は大阪第10号選挙区、堺市の一部、堺市三原区、松原市、大阪狭山市、富田林市、河内南市、大志町、河南町、大阪唯一の村であります千早春日村、8つの行政区から私の選挙区は構成されております。先生から YouTube の方々に何か一言あればお願いします。私は YouTube 7年ぐらい前からやってるんですけども、オフィシャルな面での私の意見の発表と同時に、私の私生活を含めた普段の姿をもう少し YouTube の場面で見せたらどうかというお話もありまして、これからちょっとそういうことをやろうと思っておりますと同時に、海外とのですね交流の中でいろいろな要人と対談等をしておりますので、それを YouTube に載せていきたいなと思っております。世界の中における日本の姿がどうなのか、我々日本国民は常に頭の中に置いておく必要があろうかと思います。コロナがそのいい例ですね。日本だけで解決できる問題でなくなってきておると。コロナ禍の状況に対する対策など何か、コロナはですね今第2波とも言われておりますが、ほぼ天井に来たのかなという見方もありますけども、第2波第3波も確保しておかなきゃいけないと思っております。決して気を許せない病気だと思います。第一次大戦の1918年に終わりましたけども、あの頃はスペイン風邪というんでしょうかね、大流行疫病がしまして、その時は日本も結構影響を受けているんですけれども、もう100年前なんですね。それ以後 SARS といい MERS といい、いろいろな疫病があったんですけども、あまり日本は影響を受けていない。隣国の台湾とか韓国、中国は結構甚大な被害を受けている。こういう違いがあるんです。日本の場合は流行はしていますけれども、それによる死者の数が少ない、これは良かったなとは思っております。感染者に対する死者の数が 3% 台の前半ぐらいで終わっていると思います。でこれが上上がらないように注意しなきゃいけないということであります。疫学のですね最高権威の先生方に私何人もお聞きしたんですけれども、最も信頼すべき意見は感染者の数ではなくて死者の数と感染者に対する死者の数の割合、致死率、それが一番問題である。それが上がらないように気をつけなきゃいけない。そのためにはどうするかというと、今現在で一番大事なことは医療崩壊を起こさないようにその体制をきっちりやることが一番大事かなというふうに思っております。そういう中でやっぱり経済も大事でありますから、ウィズコロナという言うんですかね、コロナでロックダウンしてしまうと経済が止まります。それは別の意味での社会的な不幸を呼び起こします。例えば自殺率が多くなってくるとか、そんな問題もありますから、最大限の注意をしながら経済活動を続けるということが大事だろうと思っています。普段はどのような、趣味であったりとか特技何かがあれば。そうですね、私は意外と結構多趣味なんですよ。一番遊んでいるのはやっぱりゴルフですけども、やる機会も少ないんですけども、ゴルフは非常に楽しくやっています。この間全米プロで、森川というのが私のアメリカに留学した同じ大学の学生の23歳、それが世界のナンバーワンになりましたけども、なんとなく非常に嬉しく思っておりました。何歳になってもできるスポーツ、やっぱりゴルフ。あとはですね、実は車も大好きでして、その昔サンフランシスコからニューヨークまで一人で車運転して渡ったことあるんです。13日、ほぼ2週間かかりました。フォードのギャラクシーという排気量 7200cc の車、中古を買いまして、カナダ国境沿いにルート80を伝って降りて、最後はエンパイアステートビルが一番高いビルだった。まだワールドトレーニングセンターが出来上がってなかった。その時にニューヨークに着いたわけです。そういう時代です。冒険ですよ、冒険です。ですから私は家族にも親にも言わなかった。友達にだけ言って、それでやりました。次のガソリンスタンドがどこにあるかわからない、ギリギリのですね、まさに冒険なんですよね。よくやったなと思ってます。この、次の選挙に向けて、なんか一言。次の選挙は9回目の選挙になるんですけども、きっちりとした成績を残すような選挙をやりきりたいと思っておりまして、25年、4分の1世紀これやってるわけでありまして、自分の足跡は当然皆さんに見てもらってるわけですから、それを前提として、世界の中における日本は何をするのが一番いいのかと。何をすれば一番いい生活が送れるのか、そういうことを常に模索するのが政治家の役割だと思っております。5年後には大阪万博もありますし、これは私がものすごく苦労してやっと開催権を取ってきたイベントですので、思い入れも非常に強いものがあります。こういったものを一つの起爆剤として日本の発展を作っていかなきゃいけないと
というふうに思っています。どうも今日はありがとうございました。まあ私の一端をご説明しただけですので、何か質問とか等ございましたらご意見いただければありがたいと思っております。近い存在にしていただければ一番嬉しい、そう思っております。 LINE の公式アカウントを通してそういった質問等をしていただくとありがたいと思います。今日はどうもありがとうございました。それではよろしくお願いします。